うわーやっぱ自分で行くじゃんバロ<ー>よろしく頼むぞ さあ、来ましたよ。4対3。あと1点取られたら。いや、そして、バーロー。お前、頑張れ。下手くそって言われて、潔に。キング。その考えがまた邪魔してんのかな。今の活躍を。うん。協調性があまりにもな。 うん、まあ、それでもね、やっていけてたんだろうね、今までは。けど今はそうはいかないわけで。うん。脇役。いやいやいや、彼らがいるからある意味、バローも点決めれたってとこもあるんだろうけどな、それを分かってないのかな。 うん。うん。うん。なく。うん。ゴールかうん。もしかして <laughs>、ねじ伏せるって。う <laughs> わ さすが、バロウ。さすが、バロウ様。うん。うん。うん。いやー、けど、けど、けどよ。え、けど、その、今ね、瀬戸際だよね、彼も。 ここで変わらないと、本当負けたらやばいぞ、ここで。チームホワイト。あと1点なんだよ今こそ、え、このまんまあれなのやっぱ、イサギとか、ナギ君に使われたまんまになっちゃうのかな合わせるんじゃなくて食うみたいな話あったけど。 それともさらに前回ラストにあのちぎりが覚醒というか進化したように、国神はまだまだこの突っ走りこの力で、もうグーネの出ないくらいのあれを見せてくるのかなそれがあったらそれがあったですごいけどね。マジかもうそのまんま突き進むんだみたいなさ。どうなんだろう いや、キングが神戸を垂れる時というかね、少しはこの潔に対してなんか、話したりする様子が見れるのか。いやーもうあと1点だよ。取られたら終わりなんだよ。<laughs> マジでどうなるのこれ。イサギたちのチーム勝つんかさあ、うん。うん。そこ。 ああバローお前マジか行くの行くかああダメじゃーんいや、そこ決めてたらすごかったけどね。うん、大ピンチああなぎくんナイスああくりが筋肉いや、止めて止めていや、イセギはあ、来た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  カットするんじゃないこれ。おぉ相手入ってる。素晴らしい。ああレオ、やるないやけ、これはバローのい、いや、どうかなちぎりは来るおお、あ行くいや、そこまで行ける <laughs> いや、ほら、いるじゃん。死ぎり <laughs> やべえ。また止められちゃうのうあ,あどうするうん。いや、どうすんのよ、あなた。いや、けど、撃てないんだよね。わーああなんだあ 潔あははは、潔いるー。よこせって。うわーやべえ。ああ、出しちゃった。キングが、ああ、無意識に出したんじゃないのうわー、食われたじゃん、完全に、潔に。うわはははは。 やべえ、新しいキング生まれたわ。うお決めた。<laughs> うわあ。うおやべえ <laughs>。うわ。いやー今までのあれじゃん周りにいた子の役目になっちゃってる。 あー、崩れるね。わー。うーん、本当の敗北。なぎくんが吸った方がいいって言ってたよね。うーん、出さされた。わー、こんなバロを見ることになるんだ。 いや、ちょっとこのまま行くとこも見たかったけどね。いや、潔、どんだけうん、死んだ方がまし。いや、それが今じゃ。ああわこれでバローどうなるの <laughs> やべえパローえ <laughs> やばいよやばすぎるようん、いやけどそうすると今度なぎくんがあるよああいやー、これほんとどっち勝っても負けてもなのよね。 あ、はあ。いや、こっちは協調性あるなよく話し合って。<laughs> これこそチームの姿だよね。わっちわっちで今度また折れたバロー。うん、はあ。うん。<laughs> うっす。<laughs> うっす。<laughs> はあ。 うーん、新しいやつ。うん。だったらわー、またうわー、構築されてる、なんか。うん、レオ、うん。うーん。今のバローはどうなのま、ある意味逆に使えないんじゃない いやー、ばっさり。いやー、大丈夫かな、これ。行為って完全にもうあれじゃん、下に入ってるじゃん、なぎくんも。いやー、決めて。ああ。ああ。けど一応ちゃんとあれだね、バローくんついてるね。 うん、マイナス。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いや、そりゃね。いや、ここどうなるなんかぼーっとしてそうじゃない、バロー。集中してるかなうん、俺が国神なら今ならいけるんじゃないかって思うけどね。あー、戻す。うん。うん。うん、レオもね。 あ、自ら行くああ。ああ。意外と冷静。ああ、それを狙ってるんだ。ああやばい来るうわわわわわわわ。ああ。え動いたよ。いや、どうかなあ、なぎえそっちどういうこと 何あ、もう来るところを読んでて、おぉそういうこと <laughs> マジかよ <laughs> おぉいや <laughs> 潔、潔 <laughs> いや、もう別人じゃん、最初の頃と。うん、そこ、それでもここにかけたんだね。

ああ。ええー。ええ、バローくん。ああ、なぎにも。ああ、来たちぎる。ああ。え、どうすんのうん。うん。 いや、もう言葉に破棄がない。ああ、ピースに。わあ。ええー、なんかちょっとかわいそう、バロウ。<laughs> うん。なあ、なるはや。 わあ、あんな金色に輝くのね。おーチーム、チーム、協調性。お受け入れた。えあ、ー、あ、えこれはあ、それを許さないのかなおこれは何 うん。未来。うん。おうん。うん。うわあうわぁ <laughs> えぐいあーってことは、バローあー 弾き返すのえへ <laughs> けど、けどだ、ここでおー止めたえ何それうん。なんか技だね。うわーやっぱ自分で行くじゃん、バローいやー、こういうのも見たかったから、ありっすよ、これも。いや、撃つおん。 と見せかけておお<う>、いや、行く行く、これ。いや、進化したんじゃないバローも。やっぱ、キングだわ。キングはキングだった。キングが二人いる。おお、ああ、そうだ、敗北が成長をね、促したんだ。 ああ。シャドウあ、マジか。わあ、<laughs> いけー、マロー。ここまで来たらもう、その我が道を貫いてほしい。ああ。やっぱユイが独尊なんだね。 あー暗いやって。うん。いや、そうだよ、そうだよ。さっきのは寂しすぎるぜ、あんな缶ビール。目 <laughs> が<メカ>。<laughs> あこれいったね。<laughs> ああ、受け入れてくれるんだ。やった。

ハイタッチするあ、しないよね。<laughs> そうよね。バローさんは。うん、ハイタッチ未遂うん。撤回あ、下手くそあそこね。うん。うん、すごい。 いやー許すんだ。あはははは、なぎくん。<laughs> なぎくん。うん、そこ、まずそこよ。大事なのは。あはは、いいね、いいね。う <laughs> ん、このピリピリムードを、柔らかくしてくれた。うんー、だからそこも結局この二人のおかげだよね、ある意味。うん。うん。 うん。うん。でも。あーやっぱ敗北認めてるね。こんなことが言えるなんて。あーかっこよかった。かっこよかったっすよ、バローさん。メイドバローじゃねえわ、やっぱ。キングだ。うん ああ、受け入れてる。うん。チョップドリブル。あー。あは潔も嬉しそう。え <laughs>、けど、潔怖かった。う <laughs> ー。うーん。わあ <laughs> このオーラ禍々、マガマガし。あー。 喰らいあって成長していくんだね。ああそうだったえ草をああ。ああ、ダメか。いやあ、勝った勝った。いや、けど、レッドほんとどうすんのこれ。え、誰を取るのんー、ナイスナイス。 いや、ここのコンビいいね。バチラがちょっと嫉妬しちゃうよ、こんなん見たら。うん。うん。ああバロー評価されてるじゃん。いや、そうなの <laughs> いや、全然。え、てか、飛びすぎ。う <laughs> ん。うん。 うん,現象うんそのままにしとかないでねうん,うん正しく刻まない。 うんまあそうやって心をね、壊さないように守ってるってところもあるんだろうけどね、人間って。けどこれが勝負の世界じゃ、上に行けないんだろうな、そんなことしたら。夢のドーピング。あ、はあ。 ふわははははは。<laughs> <laughs> エゴサあ、はあ。うん。絶望する才能。う、は、ん、あ。 いや、焼きそば食べながらいいこと言うわ。いや、この人の言葉ほんと耳傾けちゃうね。うわあだよ、こっちどうすんのこれ一人減ったら上がってこれるか、この後。 いやーこれ、ちぎりかなー取るのは。これ、取られて、取られないのも悲しいんだよねをおー選ぶ。わわわわわわ。まあまあまあ、おーためにちぎりいやえへへ、誰 <laughs> ああ終わった <laughs> めっちゃいいとこ <laughs> まあ終わるよね、ここで。いやー、けど、今回の戦いの活躍のあれだよね。レッド側の活躍の尺で見たらやっぱ、ちぎりじゃないかな。いや、けど万能なレオっていうのもありなのかな。 しかも元々ね、なぎくんとやってるっていうところもあるし。いや、国が、いや、みんないいんだよ。みんないいのよ、本当に。誰が来てもって感じするけど、んなんか若干一枚上なのはチギな気すんだよなーいやー勝ったね勝ったし、バローはくじけたけど、 立ち上がったねもっかい。いや、ここでほんと心折れてねまあ普通のモブじゃないけどそういう感じになっちゃうのかなって一瞬思ったけどね。あのパス出す瞬間に、それを許さなかったね、自分が。いや、さすがだわ。もうそれでこそバローさんだわ。もうほんとそのままでいてほしいよ。けどもう潔いね <laughs> かっこよいっていうかもう逆に恐ろしかったわ。誰って感じ。 はい、というわけでね、えー、見事チームホワイトが勝利しまして、少しはね、まあ、この3人なりのなんか協調性みたいなのがね、生まれたような感じで終わってたし、えー、次試合するときはね、えー、もう少しね、お互いを理解しててね、このチームとしての機能っていうのがね、えー、うまく動いていきそうな感じはするんですけど、私このチームを支えるメンバーが誰になるのかね、一週間ちょっと楽しみに待ちたいと思います。えー、というわけでぜひ皆さんもね、えー、誰を取るのか予想を聞かせてください。というわけでね、えー、今回のエピソードに対する皆さんの感想 だったり僕の役者に対するコメントお待ちしております、えー、また動画の高評価そしてチャンネル登録まだない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上動画2つがお会いしましたまた来週お会いしましょうバイ